それでは長渕剛の祈りの、シングルバージョンなんかな、まあ、それの、初期の長渕剛の祈りの、ソロをアレンジっていうんか、まあ他の楽器で弾いてるやつをそのままギターにしたみたいな感じのフレーズを、一応解説していこうかなと思います。で今日はまあルーパーを使ってそれを流しながらちょっと弾いていきます。こんな感じで、まあメロディー的にはこんな感じで行くんですけど、ですね、とりあえずこれバイオリンかなんかですねで入ってたやつをそのまま、ギターに直したみたいな感じで、まず最初が、2弦の13弦34弦1弦の2やね、1弦に2弦33弦4、まあ、Dm したっていう感じですね。コードは D なんですけど、弾いて、まあジャラーと弾いて、で、3弦の4と2弦の3、こういう音が入ってる。なんかめっちゃ響くね今日。で次これが3弦の2から3で2弦の3から4で、これが1弦の12で10で2弦の11で3弦の12、次これが3弦の9で7で4弦の8、5弦の10で、こういくのが5弦の7と5、これ で次にメインメロの、これが、2弦の12で1弦10、また2弦12で、1弦の12から14へスライドで、もう一回スライドで戻す10で、10から12へハンマリングで、12をちょっと半音チョーキングで下ろして10で、今度さっきのフレーズにまあこの頭がこれが足す感じでで行く感じ、2弦10で12で1弦の10で12で、また12から10円スライド戻す10で、10から12へハンマリングして、12を半音チョーキングして下ろして、で10から6へスライド
で次2弦の8から5へスライドで、まあここで2弦の3と3弦の3って書いたんですけど、まあ別にこうこれでもいいです。この3弦の7から3へスライドでも、これでもいいですけど、まあ僕は、で最後にっていうのが、5弦の574弦579、3弦の79、これがまあこういう感じでもいいんですけど、本当はこのこっから始まるんで、この音が低音源ないんで D の音になるんで、まあこう低音でやるならまず6弦0で2で3で、5弦の0で2で4弦0で2、まあ、ペンタトニックみたいな E マイナーの、まあ、そんな感じですね。もう一回いきますと、それでは、中間の間奏のソロを解説していきます。ではまずやってみます。感じで、とりあえず頭は普通のギターソロが入ってるんで、それを、アコースティックでいけるようにできるだけチョーキングを少なくして、本当はなんかこんな感じのチョーキングが多いんですけど、硬い弦張ってる人は多分弾けないんで、まあ硬い弦だと半音チョーキングぐらいで、まあ指が痛くなるんで、一音チョーキングはきついんで、とりあえず半音チョーキングぐらいでいけるようにということで、スライドでいってます。ここでこれ半音チョーキングで、まず3弦の7から9で、9から11でスライドで、また戻します。で7で2弦8から10へスライドで、また戻すで8で、また8から10へスライド8、3弦72回97で、9から11へスライドで、ここで半音チョーキングで下ろして9、その次にここがまず D の6弦ルートのハイコードの D の省略コードで、4弦の123弦111弦2弦が10、これを押さえて鳴らして、このまま3弦2弦1弦で
で次が G の省略コードで5弦ルートの、3弦の12、2弦12、1弦10を押さえて、これをまた3弦、2弦、1弦で、次これを今度こう形を変えて1弦が10のままで2弦11、3弦12を押さえ替えて Gm にします。でこれも3弦、2弦、1弦で、また一番最初の D に戻ります。でその次にこういうのが入ります。これがっていうのが入るんで、まず5弦の5、7、3弦の、4弦の4で、4弦の5を2回で4、これで5、4、もう一回5、4、5弦の7、5で A7、 あるいは A の省略、 A のパワーコでね、これで、5弦7、4弦5、7、9、3弦の7、9で、これがまあ低音の方で弾くならこの、これはこのままこれでいきます。6の0、3、5の0、2、4の0、2で、この、バックでやったのがこういうのをやったんですけど、これで弾くならまあ G のパワーコードを半音下げて2回 G を弾いて G フラット、もう1回 G フラット、もう1回 G で G フラットで、で E マイナーね、で D A それではエンディングの、解説していきます。まず普通はコード進行的にタラララララララ、天女のようにお前は一人備え変えるっていう感じで、まあ備え変えるで D で、普通はまあ最後が G で A で D で終わるんですけど、このエンディングは、G A A シャープって言ってるんで、まあ、B フラットあるいは A シャープ、備え替えるまあこういう流れになるんで、そこの部分からやっていきます。こんな感じで、まあさっきのあたりが変わるぐらいで、あとは同じなんですけど、このタラララララーイとかね、まあ、タラララじゃなくてで A シャープになったところで、3弦の7で、こっからサス方の合わせる感じでこうで、そこへ流れで、まず3弦の7で
で797とハンマリングプリングで、でこっから5へスライド、それで4で、あとはこれがまあ2弦10で12、1弦10で12で、12から14弦へスライド、これで戻して10で10から12へハンマリング、12を半音チョーキングして下ろして10、これを2回ここまでいったら、ここから10から6へスライドで、2弦の8から5へスライド、3弦の7から3へスライド、あるいは2弦の3と3弦の3で D で割る、まあ、もう一回いくと、ちょっと失敗ということで、以上になります。